陸上自衛隊は今月2日から石垣島の埋め立て地、パイヌ浜町に地上配備型の迎撃ミサイルシステム、パック3を構えてきました。しかし、この配備場所はクルーズ船のバースに近く、移動に支障があると指摘されていたほか、対岸には石油やガスを貯蔵する施設があるため、港湾労働者の安全が確保されていないとして移動を求める声が上がっていました。 こうした中、昨日午後、発射機を乗せた車両などが同じ埋め立て地内を東へおよそ900メートル移動しました。移動先は例年7月から利用される人工ビーチに隣接する場所で、近くにはイルカと触れ合う観光施設があります。関連車両はビーチからも見える位置で発射機を上空に向けるなどの動きを見せていました。